カール・オットー・コッホは、新衛隊の隊員であり、最終階級は、新衛隊大佐。ナチスドイツのブッヘン・マルト強制収容所やマイダネク、絶滅収容所の所長を務めた人物。1897年に、ドイツ帝国の都市ダルムシュタットに生まれた。銀行で、事務員をして働いていたが、第一次世界大戦が始まると、ドイツ陸軍に従軍した。 戦時中イギリス軍の捕虜となり、敗戦後の1919 19年に釈放された。戦後は銀行化をしていたが、1930年にナチス党に入党。親英隊員となり、ナチスが政権を掌握した1934年には、ホーンシュタイン強制収容所に勤務。1936年には、ザクセンハウゼン強制収容所の所長となり、 さらに1937年には、ブッヘンバルト強制収容所の初代所長となる。彼は1936年、後に、ブッヘンバルトの魔女、として知られるようになるイルゼ・ケーラーと結婚した。彼女は、英語では、魔女を表すウィッチの言葉をウィッチと差し替えて、ブッヘンバルトのメス犬とも呼ばれた。ホッホが、ブッヘンバルト強制収容所に赴任したとき、イルゼも、 同収容所の監督に任命され、収容所内での残虐行為等の役割を担っていた。イルゼは戦後、裁判にかけられたが、彼女が収容所において頻繁に行っていたことに関する様々な伝説、例えば人間の皮膚からランプシェードを作っていた等について、裁判の間、イルゼがそのようなことをしていたのを見たと証言できる人はいなかった。 1941年12月、ブッフヘンバルト強制収容所所長から、マイラネク絶滅収容所所長へ転任する。ところが、1942年7月14日に、同収容所からのソ連兵ら86名の脱走が起きたことなどの責任を問われ、8月に郵便警備隊の連絡証拠に転任となった。しかし、脱走事件の責任追及は、 1943年2月に所属が武装親衛隊から一般の親衛隊に移籍となったことから打ち切りとなる。1943年8月、コッホは犯行行為及び運営怠慢そして横領と偽造の罪で下下っぽに逮捕された。これは1941年からコッホの不正を内定させていたヨシアスツ2バルイコールピルモントの差配によるものであった。 彼は収容所の処刑者記録に以前を出来の治療をしてもらった政治家出身の囚人バルター・クレーマーとその医療助手カール・パイクスの名を見つけた。両名は1941年11月6日に脱走を図ったとして処刑されていた。新衛隊法務官コンラート・モルゲン博士により裁判は進められた。調査と裁判の結果、ホッホはクレーマーと パイクスの殺害を命じたと認定された。殺害の理由は、二人がコッホに倍読治療を施しており、彼らが外部にそのことを漏らさないための口封じだった。コッホには、極刑判決が下り、アメリカ軍が到達する一週間ほど前の1945年4月5日、ブッヘンバルト強制収容所において、重殺刑に処せられた。一方、 妻のイルゼも裁判にかけられていたが、彼女は無罪となった。しかし、戦後に行われた裁判で終身刑を宣告された。そして1967年、獄中で首吊り実殺した。ありがとうございます。